皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕は今、ニーツの鉄道資料館っていうところに来てるんですが、このニーツの鉄道資料館にもいろいろと車両が展示してあるんですよね。で、このすぐ脇にですね、もう僕のめちゃくちゃ思い入れのある車両がいるんですよね。その車両はこちらですね、200系ですね。いや、これはもう本当に懐かしい。200系の K47 編成の旧1号車がここに展示されてるっていうことなんですね。じゃあちょっと詳しく見ていきましょうか。いや、本当に懐かしいね。僕が撮り鉄だった時にこの200系の K47 編成っていうのは本当血眼になって追いかけていた記憶がありますね。200系っていうのはほとんどがリニューアルされてしまって、この1本だけリニューアルされたうちの中で原色に戻ったっていう、その編成がこの K47 編成っていうことなんですよね。で、こちら、東京寄りの1号車221の1510番っていうのが今ここニーツでも展示されてるっていうことなんですが、僕ね、この200系の定期のラストランの時にまさに今展示されてるこの221の1510番ってやつに乗ったんですよね。確か僕が高2か高3の時だったと思うんですけど、懐かしいな。これのね、一番こっちから見て左側の一番後ろの席に僕とおすみくんで座って、あともう一人高校時代の友人が乗ってたんですけど、いやー本当懐かしいな。ちょっともうちょっとじゃ詳しく見ていきましょうかね。昭和59年製ってことは84年に作られたから、まあ、大体、30年ぐらい走ってたってことか。うん、で、まあ、新西って感じでね。SL と新幹線の間にいるね。昔までリニューアル塗装だったんですよね。で、これちょっと見てみると、昔までリニューアル塗装だったところの塗装が見えてるっていう、そういう感じなんですよね。で、このボルトのところとかも昔まで青だったのが、見えてるって感じでね。で、200系ってこれヘッドライトからテールライトに変えるときってテールライトのカバーみたいなやつをかぶせるタイプなんですよね。そう、だから基本的にライトはずっとつけっぱなしっていう感じなんですよね。確か僕本当かなり、昔の動画でこう200系のライトが変わる瞬間っていうのを挙げたと思うんだけど、そう、普段だとこの200系の車内には入れないんですけど、なんか7月とかのイベントの時には車内に入れるようになるっていう、そういう感じなんですよね。僕さっきも言ったけど、定期のラストランの時にこの本当にまさに展示されてる221の1510ってやつ乗ったんですけど、確かその時乗ったのがこの一番後ろの車両だったね。そう、定期のラストランで、しかもこの1号車っていうのは自由席だったから、もう学校終わったらすぐに並んで、もう一番先頭で並んで、で真っ先に乗ったっていう、そういう記憶がありますね。なんだこれ、なんか全然正体が分かんないのが走ってますね。急行って書いてあるんだ。何が？そこいなかったね。こんな電車いないの。
200系の花じゃんこれ。 K47 編集、うん、あ、K47 のガラスとかもあんだ。ガラス割れちゃってっけどね。そうなんだね。この時計185にも今ありますよ。あ、確かにあるかもしれない。え、これ田畑にもあるよこの花。じゃ田畑に置いてある200件の花の写真もじゃあどっかに載せておきます。あ、国鉄眉毛か。え、こんなでかいんだね。見た感じ結構小さそうですけど、もう意外とでけえんだな。で、クハ26004とか、私鉄みたいな番号もあったな。モロ、モロ181の7、今じゃ考えられない。考えられないね。これは、これ確かどこだったっけ、小山かどっかで撮ったんじゃなかったっけ、これ。これ仙台じゃなかった気がする。小山だな、多分。これ多分小山だよ、これ。電車の模型とかたくさんあるね。115系のこの色ももうだいぶ少なくなっちゃったもんね。で、このなんか水色のやつってもうほとんどないんだよ。これで1本だけですよ。1本だけか。で、キムワイプがまだ残ってるんだっけ。2本ですね。キムワイプ2本か。最近になって2本に増えました。だからこの変形するってもあ、こんな感じでね、3たす3で6のなる時とかもあるんだ。ありますね。で、この485系の3000番台ってやつも、これはもう新潟から全部消えちゃったもんね。青森も今、廃車が絶賛進行中です。そうだね。模型で見てもこのパンタグラフがごちゃごちゃしてるのがよくわかりますね。やっぱこれすごい好きなんだよな。本当に光の全、頭だから、これがゼロ系の花か。で、このなんか、なんだろうな、形的に、これは絶対いい位置系だよね、これ。そうですね。やっぱいい位置系だね。で、こっちも多分いい位置系じゃないかな。あー、これはいい位置系です。これいい位置系か。昔まで走っていた在来線の特急路線図です。やまびことか、あと翼とかも乗ってるね。寝台特急とかもいろいろ乗ってるんですが、これを見てやっぱりすごいのが、上野がいかに偉大かっていうのことがよくわかるね。何線乗り入れてるんだって話でね。もう全然東京よりも上野の方がでかいって感じでね。昔やっぱ上野ってそんなに偉大な駅だったんだね。大阪にも勝ってるって。そう、大阪にも勝ってるね、規模的には。おー、やっぱもうすごいね、上野だね。これが新越で作った車両の紹介っていうことですね。そう、山手線とかも新越で作ったやつ走ってますよね。あと、そうだね、これ231とかも新越で作ってるよね。あ、京葉線もそうか。もうそうなるともうほとんどの通勤型車両を新越で作ってるってそういう感じですね。すげえな、めっちゃうまいね。あ、こっちにも車両がいろいろと展示されてるんですね。やっぱでもこの中ですごく個人的に思い入れがあるのはこれだね。485系の T18 編成ってやつですね。で、この T18 編成の最大の特徴は、この一番上のところに2灯のライトがあったことなんですよね。そう、これもともと北海道に、在来線の特急が必要だっていうことで、本州から北海道に渡った特急列車だったんですよね。でも結局北海道であんまりなんか活躍できなくて、結局この本州に戻ってきたっていうそういう感じなんですよね。で、もう一個特徴なのが、このライトがちょっと出っ張ってるのが特徴なんですよね。いや、懐かしいな、本当にこれよく撮り鉄やってた時撮ってましたね。そう、番号がそっか、クハ481の1508番か。うん、そうなんだね。いや、懐かしいな、ほんと。
あ、そうか、2015年にこれ引退したのか。あ、じゃあ案内のやつ見てみるか。あ、でもいつ引退したとか書いてないね。あ、本当は書いてあった。平成27年3月のダイヤ改正で485系電車の多くが引退したって。そうだね、やっぱり北陸新幹線開業の時だね。あ、それはやっぱりこの485系の運命を大きく変えましたね。115系とその隣にいるのは E4 系ですね。これらの車両に至っては今でもこれ現役で走ってる車両がこうして展示されてるってことですね。115系の N15 編成っていうことなんですね。でこっちは E4 系の P1 編成っていうことなんですね。僕あれだ、帰り E4 系に乗って帰るよ帰り乗って帰る電車がこうして博物館に展示されてんだね。で確か E4 系ってこれどっちもこれ開くんだよね、確か。あの連結できるように。あ、そうだよね。鉄泊に E1 系も展示されてますが、 E4 系ももうこうして、ね、展示されてるっていうことなんですね。で2階建てでね、本当に。あ、ここはこうグリーン車なんだね。だいぶ本当なんか2階建てだけど結構スリムな感じですね。鼻が長いからね、うん、じゃあ多分帰りはこの E4 系に乗ってきたっていう動画を明日出すと思うので、よろしければご覧ください。以上、新津鉄道資料館でした。あ、また新潟にゆかりのある車両